ヤカさんもう答えは揺るぎないよこれ。あもう揺るがないし多分そんなことある。揺るがないし。あーなるほど、よくあれ、なるほどね。いやもう完璧です。いや完璧ですねこれは。やばっお願いします。はい、今日の企画は、皆さんにはまあ伝えてるんですけど、前回以前やったキキスネークの続編として今回はキキフォックスをやりますと、どの試合が誰のかっていうのをまあ見分けていくっていう感じですね。パセリマンはいるんじゃないですか。パセリマンは固い、まあ、パセリマンはじゃあいますね。まず1人目がオフライン最強フォックス枠ということでパセリマンを用意しました。で2人目がオンライン最強フォックス枠ってことでマックスさん、ご存知。マックスさんね。そう、なるほど。マックスさんで、3人目が人は強いけどフォックスはそんな使ってない枠でザクレイ。うわーむずそう。いやこれは、いやこれはちょっと自信あるな。ちょっと自信出てきた。ザクレイは個人的にはね、なんか分かりやすそうではあるかなと思ったけどね。まあ、で、対戦相手は、野町さんっていうスネーク使いですね。スネーク、いやスネークかー。なので、はい、まあ皆さんには、一斉ずつ見てってパセリマンなのかマックスさんなのかザクレイなのかっていうのを、まあ、言ってもらうっていう感じで、はい、で、一応全部で7問用意してます。マックスさんとフォックス見たことないな。そうだから多分当て方としてはあれだよね、あのパセリマンはなんとなく当たりそうじゃん。パセリマンしか分かんない、それ。そうで、なんかこれフォックス使いじゃねえなと思ったらザクレイで、フォックス使いとしてうまいなと思ったらマックスさんみたいな感じで多分。あとそうで、一応ねヤカラさんはキキスネークの動画で軽く全問正解してくれたんでコメント欄で。コメント欄で。でまあ黒くんもまああのフォックスファミリーってことで。まあフォックス使ってたんでね。そうそうそう、わかりますよ、フォックス界の気持ちは。ということでじゃあ早速1戦目の動画をちょっと送ります。いやー、あー、はい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 、わかんな。本当に早川さん早くない？初っ端からなんか司令官取ってすぐ食らう人がその3人の中にいる。なるほど。いやけど、えらい、えけど反応早いな。なんでした怖い。いやいけ、なんか若さを感じる気がするな。けどこれやこれ若さ、若さを感じる。若いよね。いや知らんわ、マックスさん年齢わかんないけど若いかな。ちなみにマックスさんも結構若いけど立ち回りは結構ちゃんとしてます。なるほど。そうなんだ。いやどっちだこれ、これどっちだ。前回と同じような感じ。いやうまい。負けじゃない？負けだこれ。いやこれ負けありますよこのカードは。ここから。フリーまである。フォックス。フリーです。これフリーです今。わあ。伸ばしたうまいし。はい。ということで、もうあの分かった人は順次 DM を送っていただいて。はい、分かんない。まあ別に分かんなくても、いや分かんなくても送ってくれ。送るしかない。はいはいはい。じゃあアバダンゴからちょっとあの、はい、回答とそう思った理由をお願いします。
僕はザクレイにしました。はい、まあ、一つ目の理由は、はい、なんとなくパセリマンっぽくはない、うん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 、っていうのはなんとなく見てて思ってて、はいはいはい、二つ目は、うん、歩いて掴もうとしてる場面が相手を見てる感じがザクレイなのかな、うん、掴みの雰囲気が。あ、オッケーオッケー、わかりました。じゃあ黒選手。僕はこれマックスさんです。あ、はいはい、まあ、マックスの動きを知ってるわけじゃないよね。知ってるわけじゃないんですけど、じゃあ理由お願いします。まずパセリマンじゃないなって最初の方思ってて、でそれはなんでかっていうと、なんか最後の方の撃墜で結構折り食う上狙ってて、あれあんまりパセリマンやる印象ないんですよ。まあ弱くはないんですけど、どっちかっていうと空後で撃墜を狙ってくイメージがあるんで、パセリマンじゃないなっていう、ザクさんかマックスさんどっちかかなっていうのが一つで、であとはまあなんか全体的な立ち回りで、なんて言うんでしょう、結構やっぱオフ勢はスネークに対して中距離で待って差し返すのが多いイメージなんですけど、結構クエヌとかクーを押し付けに行ったりとか、あとはなんか対空で対空クエヌを当てて、なんか大ウェイウエスマとか狙ってる感じは、もうなんかフォックスをたくさん使ってるから狙いに行動感があって、スマブラが超うまいザクさんっていうよりはなんかフォックス使い感いう感じです。わかりました。じゃあ最後エースやからさんお願いします。エース、僕もザクレイですね。まあ、いきなり理由書いてくれたけどさ、はい、結構クロ君と注目するポイントは近かったよね。はい、あ、そうですね。一番は撃墜のオリクウェ、うん、これザクさんが昔フォックス使ってた時期に結構やってたんですよ。あ、見てんね。あのもう一個が最後のミサイル復帰、ミサイル出してミサイルと一緒に崖捕まる、はい、あれに対して、はい、確か崖話何々とかでちょっとちょっかいを出そうとしたのが、うん、他のキャラを使ってる人っぽい、フォックスはやらないっていうのが一つと、で最後これ結構一番大きいかなって思うんですけど、うん、フォックススネークを知ってる人は、うん、スネークに空したウイルスのがいっぱい隠ることを知ってるんですよ。へえ。確定って広いんですよ、スネークに。知らんかった。で、そこを漏れとかで空したを狙ってないというか、あんま狙う機会がなかったのは、ちょっとフォックス界っぽくないなと思って、ザクレー。なるほどね。それ間違えたら恥ずかしいのによくそんなさ、すごいね、ちゃんと解説してくれるね。ありがとう、ありがとう。そういうのはあのプライドを全振りしないと面白くないって。あ、素晴らしい。それは間違いない。素晴らしい。じゃあ OK、 じゃあ回答を発表します。はい、答えはザクレですね。マジかヤカラさん強すぎるな。ヤカラさんいいな。これはすごいな。部屋に入っていたガクトみたいな。よかった、一問目やってて。準備できたらちょっとお願いします。大丈夫です。はい、カウントダウンいきます。 3,2,1 スタート。ちゃんとみんな最初はブラスターなの。あ、それは開幕はもう出てるだろ。早ない。あ、えらい、今のオリクエの本当て。もうヤカさんうまいポイント探しに入ってるもん。答え分かって、探せば分かるんですよ勝手に。分かんな。ヤカさんもう答えは揺るぎないよこれ。あ、もう揺るがないです多分。そんなことある。もう揺るがないです。送るまであります今。しかも当たってんの面白いよ、来たけど。わかんな。うわ、うますぎ今の。ああ、なるほど。よくあれ。なるほどね。なるほど。うまい。うまい。うまいね、クイ。そうね。フォックスにクリアテンド普通に結構難しいと思いますけど、結構難しい。まあ横移動ないからね、上強警戒する読み空上とか結構当たりやすいんで、そうですね、逆に。Yeah!
た負けそうな流れなんだけど負けそう、確かにフォックスの負けパターン空下が取るか、空下か空上が取るか、あーこのいやー崖、あー苦しい、死ぬこれ、死ぬあのそう、え？一気これこれ、やばい偉すぎ今の、あ、投げるんかい、あ、ドレスうまいな、ドレスうまいな、空軍ギリギリ、わあ偉い、それは、はい、でまあめっちゃともうやからさんをもう早々に送ってくれて早々に正解してたんで、まあ、お二人お願いします。この企画非常に自信がないです現時点でおお、なるほど、じゃあどうしよう、黒くんから。まず誰かと思ったのがパセリマンで、はいはいはい、その、まあ、さっき言ってた空上がなかったんで、うん、ザクさんはないなっていうのがあってパセリマンかマックスさんかどっちかかなって感じだったんですけ ど, なるほど、全体的な立ち回り途中で空前空上とか狙いに行く感じがなんかパセリマンよくやってくる行動だなっていうのと、うん、あとなんか空N、空N DA カス当てから、うん、なんか崖際で結局撃墜できなかったんですけど、うん、DA カス当てから上島っぽいの狙ってそうだなみたいな感じがパセリマンよくやるイメージなんで、うん、それっぽいかなって感じです。まあ、あとは崖際で空母多そうだなって感じで、うん、パセリマンって感じです。アバさん、僕もパセリマン選んで、はいはい、まあ、でも空中後ろの振り方はなんかそれっぽいなっていう感じが多いのと、場外に出てウェービー復帰阻止ブームが来てる時結構やってるイメージがある。そうそう、最近結構やってる。そう。じゃあやからさん、あの回答発表と、まあ、仕掛け人側になってる。お願いします。まずパセリマンですね。はい、おお、ありがとうございます。正解です皆さん。はい、最初のまず大ジャン空前をした時に、うん、前に来るスネークを咎めようっていう空前、うん、っていうのもあって、やっぱ一番最初に一番リターンが高い行動を持ってくるのがちょっとパセリマンっぽいなって思ったのと、はい、ジャンプに対する意識がすごい強いというか、うんうんうん、相手がジャンプする読みで大ジャン空上打ちに行くとか、うん、あ、大上にいる相手に対してジャンプ読みの空上を打ちに行くとか、はい、そのジャンプに対するケアが深いのがちょっとパセリマンっぽいよと、これ一番特徴に出たんですけど、うん、浮かせた後に、うん、スネークがなんか右の台に着地しようとしてた時なんか 40% ぐらいだったんですけど、うん、空 N の本当てを当てに行ったんですよ。 あれがマジでめっちゃ深いなっていう、重なって多分あれ繋がんないんでその後。なるほど。じゃなくて、あえてリターンが高くて、まあ、外にも出せて展開もちょっといい感じになる本当てを狙いに行くのが、うん、スネークの暴れないポイントとか分かってる感がすごい、対策が深いなっていうのでパセリマンっぽいですね。そういう感じで、まあ、パセリマンだということで今回はまあ全員正解です。危ない危ない危ない、ちょろいカラさん強いね本当に。この流れで行くなら次はマックスさんなのでは。それも込みで7問っていう、まあ、結構作ってますからね。7問ってどういうことなんだろう。3問じゃないんじゃん。そうなんだ、ずらそうとしてるんかなって思うよ。次行きましょう。待ちの構え。うるさい。いけ、このフォックスから俺若さを感じないんですけど。老快なプレイにしか見えない。してる。渋っ。なんか俺 SH さん思い出すんですけど、この始まり。そう、 SH さんとかを思い出すような。お、あれやってそう、怪しい、ちょっと怪しいな。今タクあんの将軍さんっぽい今の。絶対してんな本当に。
ましょう。DA 来ると欲しいんだよな、本格。そうか。いや、案外マイナスあるけど、そのクッキーのここでブラスター撃ち始めるの、あまりにも老下スマブラ、渋いね、5年ぐらいやってそう。渋いですね。わぁ、なければ、面白いな。うまい。伸ばしたよ、今え私らできる流れが死んだかと思ですね、はい、はい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 、そうな、そうなるね。じゃあアバさんからちょっと回答と理由をお願いします。僕は素直にマックスさんに行きました、はい、スネークの向き合い方でスネークより待つっていうのがそのキャラにできる基本的な対策だと思うんだけど、うんうん、パセリマンはこんなに待たない、うん、ザクレイは適度に差し込みに行ってリターンを取りに行くみたいなイメージがあるから、消去法的にこんなにガン持ちするのはマックスさん以外ありえないっていう感じなの。消去法完全に。じゃあ黒くん。僕もマックスさんで、はいはい、でまあパセリマは絶対あんな待たないっていうのは僕も一緒で、まあ、あいつはそういうタイプじゃないんで、うん、まあじゃあザクさんかっていうなった時に、多分あの待ち方できるのは多分結構タイスネークやってってその自信ある人じゃないとできないんじゃないかなというのがあって、待って差し込みさばくって使い込んでて、かつ相手の行動に対して回答を持ってる自信がないと結構できなくて、攻める方がやっぱり簡単なんですよ、対策としては。で振らせて、まあポンと差し返し強いんで、なんか差し返しの構えをひたすら取る方が簡単なんですけど、結構ブラスターとディフレクターで待つっていう構えに老快さを感じて、うん、僕の中でマックスさんの好感度がめっちゃ上がってるんですけど、かっけえなと。どこでマックスさんですかね。じゃあヤカラさんお願いします。僕もマックスさんです、はい、僕はあのザクレイマックスのスマイトの動画をちょっと見たことがあって、1回か、うんうんうん、だからマックスは結構こういう待ち意味の立ち回りってことは知ってて、なるほど、やる前から自分と似た立ち回りがあったらマックスさんにしようと思ってて、あ、まあそのオンラインで俺が対戦役やったらこんな感じになるだろうなって思ったから、まあ、マックスさんに言ったのが一つ、うん、でもう一つが、まあ、待つっていうのもそうなんですけど、やっぱ全体的にちょっと距離が遠いかなっていう、うん、あ、まあ、そうなのは必然的にオンライン勢なのかなと思ってマックスさんということで、まあ皆さん正解です。マックスさんです、これは。おー、クイズタムネやってたし、強いなぁ。そう、なるほど。ちょっと確かに距離遠いのはオンライン勢って感じだね、しますね、うん、思った今聞いてて、うん、確かにもう次から分かんなくなりますね。一周終わったからね。一周は完全リセットだね。そう、順番で考えるの本当にやめてね、マジで。とりあえずけど、まあ、でも結構3人差あるなっていう、今のは結構分かりやすい部類な試合な気がする。あ、そうですね。よし、いきましょう。はい、はい、決まってないか。早い、早くない。さっき早い、さすがにまだじゃん。死んだ今。今のミスは分かんなすぎる。面白い。
めっちゃうまい今のは。誰だこれ。クリスタね、例の。面白い、うまい。いやもう完璧です。いや完璧ですねこれは。やば。はい。おおなるほどね。はい。うーん。ちょっと難しい。アバさんからお願いします。え、不正解ってこと？違うよ。違うよ別に。違う。マジか。そうだな。ザクレイかパセリマンで迷ってザクレイ。はいはい、はい。細かい部分はよくわかんないんだけど、はい、なんかウエスマ1ストメの部分とか結構打てる人間少ないだろうなって思ってて、その手榴弾が爆発するから割とローリスクで放せるよみたいな時間に放してたから、そういうのとか、まあ、コンボルートがちょっと他のフォックスとちょっと違ってたから、なんかザクレイっぽいなって思った。はい、じゃあ黒選手。僕もパセリマンとザクレイで悩んで、僕はパセリマンにしました。理由は途中のあの空への本当て、横スマ、あってあのコンボ選択さすがに使い手じゃないと厳しいでしょうと思って、普通なんか DA とかしちゃいそうだなと思って、結構とっさに出るコンボなんで分かってるコンボっていうのは、まあ、あとその途中のなんかパナシ気味でウエスマ手榴弾爆発で撃墜したウエスマあったと思うんですけど、あれ僕シーセスマッシュじゃないととっさに出ないと思うんですよね。できるできないじゃなくて、判断も含めて意識外で簡単に出るかどうかで、ああいうウエスマって出るかって。なるほどね。あ、でそこはなんかザキさんシステ攻撃でパセリマンスマッシュだからそうかなっていう。そうだね、じゃあヤカさんお願いします。僕はパセリマンですね。はい、おうわぁ逆にザキさんとまず大ジャンプクリスタがうまいですね。空前のアプレがあってすごいいろいろつながるようになったので、今大ジャンプクリスタ SJ 空前着地空上空上みたいなことができるので、最近のパセリマンすごいクリスタがうまくて、なんで最初の見た時に、まあ、振り方もすごいちゃんとしたんで、まあ、一つパセリマンかなと思って、はい、さっき言ってなかったんですけど、うん、大折り行動がめちゃめちゃうまいですね。慣れてるなって感じがして、今回も折り空上空後かなのコンボとかやってる場面があったので、あの辺はパセリマンっぽいなっていうのと、あとはイリュージョンですね。撃墜パーセントイリュージョン使ってたのがギリギリだと思うんですけど、そのギリギリで撃墜タクを狙えるっていうのは結構使い込みが出るポイントなのかなと思って、パセリマン選びました。なるほど。あ、全否定された気持ちそう、タイトル言ったいからオッケー、じゃあ答え発表します。答えは、ザクレです。おい違うんだよ。アマさんだけ違うんかい、この感じでこの感じで違うんかい絶対パセリマンと思ったな、あれ深いなと思ったのに。いや、俺そうだったな。ザクさんうめえな。試合時間短いのきついわうまくいってる場面がさ結構できすぎてるから難しい。あ、そう、ね、確かに怒んないでくださいよ、はい、皆さん僕巻きが込んできて苦しくなってきましたいや今のが一番苦しいです僕は。確かにあと5、6、7で3問ですね3、2、1どうぞ。全員ザクさんに今のっていうのはぽい。あ、いや、わかんな。なるほどね。ええ、わかんな。分かんないなー。
なんだなんだ。いや、なんか一生殴られてない、フォックス。一生殴られてるけど、なぜかゴム。わかんないな、これ。はい。うわー、微妙。あー、なるほど。こうなる。へえ。じゃあ、え？アバさん、お願いします。パセリマンに。パセリマン、はい。はい、理由的なの。理由は、なんか最初結構そこそこ待とうとする意思が見えて、うんうんうん、でもなんかたまに見え隠れする、攻めたいのかなみたいな。こういう感じ。わかるかな、なんか。いや、わかります。なんか、うまくいってるうちは。待つんだけど、なんか食らっちゃったら、帳尻合わせで攻めるみたいな。パセリマンはそういうイメージなんですか。そういうイメージじゃない。悪い意味だな。じゃあ、クロ君。僕もパセリマンで、フォックス側が殴られ始めて、なんかだんだん意気消沈していく感じがすごいパセリマンっぽいなと思って、乗ってる時超強いんだけど、うん、技に引っかかり始めた時にめちゃめちゃなんか、ちょっと雑な部分があってめっちゃ引っかかっちゃうみたいなのがパセリマンっぽいなって思いつつ、けどなんか撃墜距離だけめっちゃずっとしっかりしてるからなかなか 170% とか撃墜されなかったりとか、うん、復帰阻止とかあんまりやれなかったりとか、しっかりしてるとこしっかりしてて、あとはなんかプレイからパセリマンの顔がこう、うわー浮かんできて、パセリマンからおぼろげながら顔が、うん、おぼろげながら浮かんできてる。おぼろげながら。じゃあやからさん。僕もパセリマンです、うん、一番は復帰阻止で飛び出して空への空への本当てをしたし、引き当たりから結構うまい部分だなと思ってたんで、絵の選ぶのはパセリマンっぽいかなと思って、あとはやっぱりそのダイブに対するジャンプ読みとか、あとはコンボでディレイをかけてでも空への本当てを当てに行く感じ、うんうんうん、結構手榴弾暴れされるとカス当てとかだとあんまり美味しくないんで、うん、あくまでもちょっとディレクターっても手榴弾読みで本当てを当てに行くってあたりが、うん、まあパセリマンなのかなっていうぐらいでした。なるほどね。でもこれに関しては、3人全員正解です。パセリマンです。おー、だってまた危ねえ。俺ら超ネガティブ意見だった。うまい部見てのヤカさんしかいないよ。ヤカさんしかいない。でもね、クエナめっちゃ分かる。俺がスネーク対戦してるから分かるだけなんだけど、あ、クエナマジでパセリマンだなって思って、なんかそこでヤカさん反応したから、あ、分かってんだろうなと俺は思ったけど。どこの復帰阻止の？復帰阻止。あれは何 ？OP を計算してるから。あれですか？あのサイファーに勝てるのがこう本当てだけみたいな。そう。まあ空母が結構全体フレーム長くて、うん、ちょっと難しかったりもするんで、あえてクエナでやって早めに帰って次を。なんか、シンプルにターン継続ができるというか、状況は変わんないけどダメージだけ増えていくみたいな。そう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 、確かにそういう感じも10%分お得ね。そう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 、あ、うまいなと。確かに。じゃあ次6本目、はい、送りました。あれ長い長い、これは頑張ってしてるのでは。時間で読むのやめろ。もそんな早い早いけど、まだだって技何も振ってないんですよ。まだ振ってる振ってる振ってる走ってしかいなかったじゃん。走って飛んでしかいなかった。やけどこれはやっぱ町の構えなのでは。ヤカヤさんマジで言ってる。え、もちろんもちろんもちろん。もう送ってもいいですよ、俺全然。いや、それは自信が理解。まあ、分かった。やんないですけど。なんかこのクエヌ置きの感じがなんか SH さんしか見ないんだな。いやー、えらい、えらい、えらい、うまい、うまい、うま
大津さんがなんか容赦でうまいのか。いや、マジで普通うまいから。うまい、本当に。誰だ。おもろいクエの方当て。偉いね。偉いな。これマジ偉いわ。野町さんがだんだんこうフォックスの大ジャンプ逃げに回答を出し始めてるのがちょっと面白くて普通に上手くて確かに野町さんがタイフォックスどんどん上手くなっているんですよ。うわー、おー、偉い。まあこれはねむずいと思う。いや難しいな。誰にしようかなまであるもん。はいはいはい。じゃあまあ、いやー、 OK、 トップバッターアバダンゴさん。僕はマックスさんにしました。はい。なんか最初のマックスさんの試合見ると、うん、なんか手榴弾の大社でリフ使ってたじゃないですか。うんうんうん。なんかあれがあったらすごい分かりやすいなって思ったんだけど、うん、あれがあの時の気分だったんだなって思って、あ、基本なんかやっぱ大ジャンプで置いて引きステップで釣ってみたいなのが多かったから、リフを除いたらやっぱマックスさんなのかなって思いました。わかりました。黒選手僕もマックスさん で、はい、で僕は全くアバダンガさんと完全に同じ感想で、なんかリフレクターがないからわかんないっていう感じになってて、はい、やっぱり結構対スネークに対してちゃんと待って、スネークってジャンプ低いんで結構フォックスの大ジャンプに追いつくの難しいってことで、大経由してこう、うん、ラインを入れ替えながらブラスターで待って、で DA に対しても空炎の木で回答を持ってるみたいな感じがしたんで、うん、やっぱこのこう町の夫人と、あと多少技食らって崩されても慌てない感じがやっぱさっきのなんかマックスさんの立ち回りっぽいなって感じでマックスさんにしました。ヤカさん。僕もマックスさんです、はい。まあ、一番気になったのが SJ クエヌかな、ダッシュ引き SJ クエヌみたいなことをやるのは、うんうん、僕とマックスさんと石一さんぐらいしか見たことないんで、まあ、あれ見た時にマックスさんかなって思ったのと、うん、やっぱ遠いっすよね結局距離が遠くて、まあ、そうね、あのクエのオフ勢がちゃんと置こうと思ったらもう一歩前なんですよ、うん、あの距離って多分 DA と相打ちになるし、将軍さんがやるような前ジャンプにも当たんないし、うん、なんなら待たれたら DA 差し返されるしで、なんかオフ勢っぽくないなっていう距離感。なるほど。まあ、回答なんですけど、はい。まあちょっと言いづらいですね、これちょっと非常に。間違っている可能性が高い。いや、あのね、まあ、とりあえず分かりました。今から僕は怒られるんですけど、このフォックスは僕ですね。あ、そういうパターンか。そういうパターンか。まあ、この動画の、まあ、一応、裏企画っていうか、僕のフォックスのことをまあ知ってそうな3人集めたら、選択肢なくても俺のフォックス当てられるのかなっていうのちょっと、やってみたかったっていう感じっすね。はいはい、常識外れなやつなかった。ルール内で答えて。待ち方ちょっと変わったなって思っ
ったけど、まあ、別人っていうタクはなかった、まあ、結局そうだよね、その別人ってタクよりかはマックさんの気分が変わったとしか言いようがないもんね。そうということで7問って嘘ついたのもなんか、そう、まあ、7問目にそういうことか、そう最後って言ったら警戒するかなと思って、はい、なるほど、そう本当は5問で一応終わりですね、この企画としては。であ、じゃあもう俺全勝だ。いや許せねえアバダンゴ、大敗北勝だわ。さすがですねアバダンゴさん、さすがにさすがにボックス知ってるんで。やからさんなんか後から振り返って俺っぽくなかったっすか？そうでもないですか？いやそう言われたら、あれは、うん、あの待ち方は将軍さんで、あの食えのは、まあ、多分あんまうまくないんですけど、うん、オン慣れてない人がやったらあなりがち、うん、多分俺もあなるしっていうイメージの食えですね。なんかね SH さんの真似事で振る食えなんだよっていうことでくだらないラストで申し訳なかったんですけどまあまあ皆さんやられたな、分かっていただいてるってことで面白かったです。はい、動画としては以上かな。はい、はいはい、皆さん協力していただいてありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。